おはようございます。なんか今おかしくて、携帯が配信されてましたか？6時からなんかバグっててできなくて、ちょっとよくわかんないけど始まりました。おはようございます。夜勤終わりな。うわー、お疲れ様です。あ、エビ T シャツ着てますよ。じゃじゃーん。あんま見えないあんま見えないけど、寝起き1分、え、起きて1分後。マリラちゃん、おはよう。なんかもう頭が働いてなくてあ、ガキアスリートさん、おはようございます。満員電車に揺られて通勤中、うわー大変。お疲れ様です。今日も一日頑張りましょう。今日はでも私はレッスンも何もないのでハッピーです。球技行きたいって言ってるお宅にゆきのちゃん勧めといた。おー、この配信見てほしいなあ、できればメイクしてる時がいいけど、朝からテンション高いですよ私、家なので。やっぱり星くん、レインボースターありがとう。イトキンさんもタコありがとうございます。6時半までです。6時半までって書こう。6時半まで、あ、中6時半まで。でなんか次の配信が12時から12時半だったかな、ちょあんま覚えてなくて自分でも。確か12時から12時半で30分おきにしてみます。昨日のコメントで皆さんから朝してほしいというご要望をいただいたので、朝激弱ですが9期生の中で多分一番朝弱くて本当にやばいんですよね。でも大丈夫、本当に。あの、あ、トウシさん、ハートありがとうございます。めっちゃヤシチさん、かわいい、ありがとう。ちょっと朝なのでね、声は張れないですけど、マネユキが朝弱い、そうなのよ、よくお分かりで。トウシさん、ハート100個ありがとう。エビ T シャツ、はい、これマナミン、まだ耳違うやつ持ってるけど、 BTS まま見えない。なんか目がもうやばいわ、目に光がない。今ライトでどうにかなってるけど。ハマーンさんハートありがとうございます。これハートですよね。まさゆきさん、タコありがとうございます。マングウスさん、おはようございます。皆さん朝、今日の朝ごはんは何ですか？今日の朝ごはん何ですか？私は朝ごはん食べない人なので、お昼ごはんもまともに食べないので、本当におまんっていうのを言いますよ今も結構言っちゃうことあって、そう、なんか気をつけてるんですよね。なんか新潟県民ってバレちゃうから同じく朝ごはん食べない派ですよね。自分で焼いたアップルパイ、え、すごすぎる。朝はパンしか食べません。あ、パン派ですか？私もパン派ですね、どっちかっていうと。でもご飯、あのおばあちゃん家の朝ごはんはお米派なんですよ。なんかわかるかな、おばあちゃん家で食べるお米って倍おいしいのわかるかな。ちょっと待って、髪の毛痛みすぎてない？やばいんだけど。あ、回復。オッケー。回復してないけど、まあいいや。
いっちおはよう、早起きできた。一緒に頑張りましたね。いっちタコありがとう。イトキンさんもだるまありがとうございます。新潟は米美味しいよね。そうなのよ、美味しいのよ。食べてくださいあ、そうだ、私ポップ焼きあのブログで紹介したじゃないですか。紹介っていうか食べたよって載っけたんですけど、あの出口ゆいなさんが TikTok かなんかで同じポップ焼きを紹介しててめっちゃ嬉しかったです。なんかで見たんですよね。そう、全く同じやつで、皆さんも食べてほしいです。米と魚と味噌汁、朝ごはんめっちゃ健康じゃん。すごいいいななんか朝からゆるかわって仕事頑張れます。ありがとう。頑張りましょう。今日も一日、この後じゃあもばめ送りますね。さっき撮ったんで、写真さっき撮ったんですけどちょっとダメだったら今から撮ります。達也さんおはよう。新潟の米食べてるんですか。おー、さすがです。あ、いっちハートありがとう。ちょっとあ、つとむさんおはようございます。レイポンお誕生日連絡できた。あ、できた。あ、そうそうそう、今日レイポン誕生日、みんなみんな今日レイポン誕生日。一番に送った自信あるけどな、マジで。あの54分ぐらいから構えてて54分から構えてて、しかも私レイポンの生誕祭出れるんですよ。めっちゃ嬉しい。これだけはマジで出たいですって言ったのあのレイポンの生誕祭4月1日出れないから、こう公演出ないから、その3日出たいですって、レイポンの誕生日出たいですって言ったら名前書いてありましたね。パパウパウパウさんおはようございます。はがれ生誕祭、そう4月3日にあります。ひでさんおはようございます。星投げ50巻と終わったよ。ありがとう。朝からこんな朝早くから、マジか。生誕祭投げます、よろしくお願いします。でもレイポンのファンの方もいっぱい来てほしいから。そう、54分から待機して、でも0時00分になった時にあの送ろうと思ったんですけど、なんか気持ち悪いかなと思って3秒送らせました。0時00分になって3秒数えて送りました。だからちょっと1番は乗り遅れたかな。私誰かの誕生日は1番に送ったんですよ。誰だったかな。そう、めっちゃ暇人みたいだよね。でもなんか毎回みんなの誕生日一番最初に祝ってんの。1日も3日も行きます。当たれば、おお、会いましょう。投資さん、僕も出たいです。頑張って覚えてください。気持ち3秒遅らせてるのかわいい。だってなんか気持ち悪くない、0時00分ぴったりで来たら。だからあ、ほのぴーレイオちゃんかな、レイオちゃんの誕生日だったかな、レイオちゃんかな、分かんないけど。ダニエルさんおはようございます。キミコさんおはようございます。今コンタクトしてなくて、ちょっと凝ってないと見えないけど、凝ってたらブサイクだから、ここでここで固定です。仲間思い、まあそういうことにしときましょうヒデさん星投げ50カウント終了、頑張ってね。ありがとうございます。6時11分です今
700人もすごいですね、こんな朝早くから。あ、福一ローズさんおはようございます。製造さんもおはようございます。気持ちが苛立ってるのゆきなんがめっちゃ可愛い。それなんかよく言われるんですけど、そうなんですか。ここのよく見てますね、ありがとうございます。あそこでもめっちゃ簡単そうに見えてめっちゃ難しいんですよこれ。結構よくやばいんですよね、思春期のアドレナリン本当やばいんですよね本当に。え、てかこのですよねいや、いっちー誰もありがとう。のっぴーさん桜ありがとう。皆さん桜見ましたか？私見ましたよ。この間たまたま歩いてたら見つけて、桜咲いてる木を、すごいってなりました。そう、私の地元は桜すごいんですよ。田舎だからやっぱ木が多くてね。前髪もまともに巻いてないからめっちゃボサボサ。アドレナリン細かく振り変わるから難しそう。そうなんですよね、そうなの。途中のさこういうポーズあるじゃん、これかこれかみたいな。これも歌ってる人はこっちで歌ってない人はこっちみたいな。朝もこんがらがるんですよね。あれ次自分どっちだっけみたいな覚えろって感じだけど、でも本当に難しいけどめっちゃテンション上がりますよねあれ。公園でワオー言うの楽しい。言ってくれてますか。あれめっちゃテンション上がりますよ。言ってください皆さんも。ぜひ劇場に来て、思春期のアドレナリンのサビに入る前のやつ言ってください。いっちー誰も100個ありがとう。よしひろさんおはようございます。シリルさん、ちょっとカタカナ弱くてカタカナ弱くてちょっと。シリルさんレインボースターありがとうございます。ナナさんハートありがとう。マナミンめっちゃハート作るのうまいんですよ手で。私なんかちょっといびつですけど、ほしくんレインボースターありがとう。マリナちゃん桜ありがとう。めっちゃ降ってきてる。なんか小学校の時とか桜の前で給食食べるとかありませんでした？私の学校ありましたよ、桜の木の下で給食食べると。今考えたらめっちゃ独特ですけど楽しかったですね。あ、エレクトロニコワさんタコありがとう。ヤスさん桜餅ありがとう。みんな今日も朝早くからありがとうね。クシャトリアさんおはようございます。はじめましてかな、ありがとうございます。カタカナ弱いんですよ。そうなの、やばいよね。だからエレクトロニコアさんも初めて来てくださった時、初めてコメントしてくださった時にマナミいたんですけど、めっちゃめっちゃ片言で、でも今は言えるようになったんです。だからカタカナのファンの方の名前はある意味覚えられますよ、何回も練習するんで。ほんと難しいですよねカタカナ、書くのもむずくないですか。なんかたまになんだっけってなりません？やっさんカタカナじゃない、やっさんかわいい、ありがとう。朝だから頭回ってなくて。ちなちゃんおはよう。小学校全校生徒何人だったか覚えてないよ。でも私田舎だったので一クラスしかなくて6年間そう1回だけ2組までできたんですけど、あとはもう全部一クラスしかなくて、そうなのよ。あんま記憶にないかな。クラス替えなかったですね。
クラス替え初めて体験したのは中学入ってからかな。そうでもあんま友達いないから楽しくはなかったですよ別に。クラス替えしれーっと影の薄いタイプだったので、誰も多分私が NNB になってることも知らないんじゃないかな。知ってるのかな親友みたいな子は知ってるけど、200人くらいかな、多分それくらいかな。クラス替えないの、ないのよ。そうクラス替えの楽しさが分かんなくて、最初中学1年生で初めて6組ぐらいまでできて、うわすごいみたいなすごいってなって、記憶があるかな。そうなのよ、めっちゃ田舎すぎてさ。岩田さんおはようございます。外明るくなってきたわ。おはようございます。赤は めちゃ眠い。気をつけてくださいね歩いてる途中だとかだったら居眠りしちゃいますよ。しかも電車乗っててさ、あのめっちゃ立ちながら寝ちゃったからね、本当危なかったよ立ちながら寝ちゃってカクンってなったけど、睡眠大事です。名前カタカナにしようかな、やめてくださいゆうすけさん。ゆうすけさんも大丈夫ですよ。リミットさんおはようございます。ありがとうございます。来てくださって、初めて来てくださる方多いですね。 NNB48 の9期研究生ゆきのんですNNB に加入してまだ3ヶ月です。もう3ヶ月、まだ3ヶ月、もう3ヶ月なんだけど体感早すぎ。だってもうあの今9期生で世代交代前夜公演っていう公演、石田優美さんプロデュースの公演をやってるんですけど、それもう1ヶ月経ったんですよ。まだ全然3週間とかの体感なんですけど、早いですね。おはよう、仕事行ってきます。頑張ってください。ヨークマさんいつもありがとうございます。イトキンさん50カウント星投げ完了。はい、出勤準備してきます。おー、お仕事頑張ってください今日レッスンないからってめっちゃのんきに。レッスンない日はねこうやってちょっとずつ配信できるんですよ。公演の日とか本当に全く時間が分かんないから難しいんですよね。じゃあユキの好きになって1ヶ月だ。ありがとう、記念日ですね。改めて考えて3ヶ月であの公演のクオリティはバケモンだわ本当にありがとうございます。ぜひ来てください皆さんも。初めてこの配信見てる方も48グループ好きな方も、あの本当に結構でも1曲目に世代交代させろっていう、あの AKB さんのジェネレーションチェンジっていう曲なんですけど、最初あれを初めて聞いた時っていうか、やるって言われて振り入れした日がもう怖くて、まだ入って1ヶ月とかの私たちがそんなこと言っていいんですかみたいな思ったんですけど、なんかゆみさんはなんかこの世代交代前夜公演とかそういう世代交代させろっていうのになんか言ってくる人がいたら、これはゆみさんが言ってたことだからって言っといてって言ってました私たちは言ってないですって言っといてって、ゆみさんが世代交代させろって言ってたからっていう言い訳を私はできます。公園行きたいけど周りに NNB 好きな人いないから行けない。来てよ、一人でも
でも来てよ。実況でコジリンさんがユキノを褒めてたよね。あ、見ました、初日のやつですよね、確か見ました。ゆきのちゃんのご利用しもがめ取ってくださいに負けてから15日記念日です。毎日楽しませてもらってます。おお、あの時か、あのめちゃくちゃもがめもがめもがめ言ってた時か。でも楽しんでくれてるんだったらいいや。なんかつまらなくてもうやめましたとか言われたら、いや頑張ろうってなるけど、はい。ヤスさん、だるまありがとうございます。なんかだるまのポーズってよくわかんないんですけど。ヤシチさん、バラありがとう。イッチ、ハートありがとう。ちょっとめっちゃなんか手かゆくなってきたんだけど。あ、星投げと五十カウント完了しました。かよさん、ありがとうございます。一番上の先輩が言うなら心強いわね。でもゆうちゃんは譲る気ないって言ってたね。そうなんですよ、そうなの、そうなの。私たちは別にそんなそんなそんな、でもこんな弱気でね、あんなそんなこと言えないからさ、結構目つき やばめにやってますよ。あの時一列になる時かな、最後の。そう、結構ちょっと、ぜひ来てください、世代交代前夜公演。あ、4月、初日迎える2人もいるしね。4月1日、私は次4月3日かな、レイポンの生誕祭に出ます。嬉しいです。レイポンまだ寝てるかな。レイポンいっぱい寝てください、誕生日だから。これからさりげなく好きになるかもです。さりげなくなくてよくないですか、別に。ドンと、おはようございます。多分初見かな。ありがとうございます。NNB48 9期研究生のゆきのんこと古川ゆきのです。今、イベントに参加してて、神戸コレクション2023のイベントに参加してて、上位3人があのランウェイを歩けるんですけど、私今5位なので、ぜひ応援お願いします。頭ポンポンしてあげなね、しようかな。でも今日会わないんですよね、レイポンと。そう、あ、ともみーありがとう、おはよう。タヌブチャさん、おはようございます。冬に合いそうなお名前ですね。そう、誕生日が12月16日なんですよ。そう、生まれた時に雪が降ってました。チュルチュルチュル、キャッチフレーズにもちょっと入れましたよ。キャッチフレーズマジであれ恥ずかしすぎて嫌なんだけど、どうしよう。みんなノリノリでやってくれるから楽しめてるんですけど、なんかキャッチフレーズ考えるときに、そのいろんな大人の方の前で確認でやるじゃないですか。あれめっちゃ恥ずかしすぎてやばかった。みんな真顔で見るから、恥ずかしいってなったけど、あー、それは雪ってつけたくなりますね。そう、雪の田中雪乃さん、8期生の田中雪乃さんと全く同じ名前です。妖精さん、あ、もう妖精さんとかもうやだよ。大丈夫ですか、もうあれね、9期生にもいじられるのよ、ほんとたまに。NNB48 は声出し OK なの。 OK ですよ。あの思春期のアドレナリンっていう曲でやらせてもらってるんですけど、途中サビ前でワオーンってめっちゃ叫ぶとこあるんですけど、あれガチで叫んでくださいね、皆さん。私たちガチで叫んでるんで、私たちに負けないぐらい叫んでほしいなって思います。はい、ランキング見ますね、そろそろ。あ、コトちゃん、ハートありがとう。あ、ちょっと難しい、この方 KKG6033 だるまありがとうございます。
ともみハートありがとう、しまじょうさんだるまありがとう、やすさんもだるまありがとう。え、めっちゃ明るくなってきた、やだわ、カーテン閉めますね後で、ちょっと眩しくてやだわ。ちなちゃんハートありがとう、いっちーもハートありがとう。何期ですか？9期生です。9期研究生でまだ加入して3ヶ月です。3ヶ月のまだ未熟者です。でも今9期生で公演をやらせていただいていて、世代交代前夜公演っていうちょっと強気な題名じゃない、公演名なんですけど、2期生の石田由美さんがプロデュースしてくださってて、そうで、その公演始まってまだ1ヶ月しか経ってないので、来るなら今です。ういういしい私たちを見るなら今です。あ、加入して3ヶ月の妖精ですって。はい、そうです。今度はちゃんと自己紹介聞きたい。ほんとすいません、こないだちゃんとしますね、ちゃんとしますよ今度。和彦さんおはようございます。5期までしか知らないんですか、うわーもったいないですよ。7期生さんと8期生さんと9期生が今いるので、じゃあランキング見ますね。福一ローズさん、レインボーローズありが、レインボースターありがとうございます。じゃあ読みます。13位ゆうすけさんありがとうございます。12位しゅんたさんありがとうございます。11位いなっちさんありがとうございます。10位 KHK さんありがとうございます。9位しまじょうさんありがとうございます。8位ことちゃんありがとう。7位シリルさんありがとうございます。6位マリナさんじゃない、マリナちゃんありがとう。5位いときんさんありがとうございます。4位やしちさんありがとうございます。3位いっちありがとう。2位エレクトロニコアさんありがとうございます。1位ヤスさんありがとう。はい、じゃあそろそろ終わります。NNB48 全くわからないです。もったいない、損してますよ、それ損してますよ。9期生からでも知ってくださいね。今日は9期生のハガレイちゃんの誕生日ですからね。朝から配信ありがとう、お昼も来るねありがとう。次は12時からですので、12時から12時半なので、皆さんバイバーイありがとう。次はちゃんとメイクしてきます。バイバーイありがとう。30分だったらありがとうございます。皆さん寝てください、もう一回。バイバーイ、いなちさんありがとう、バイバーイ。お手振りタイムです、1分間お手振りタイムです、お見送り会です。ありがとうございました。30分遅いなるのありがとうございました。もう自然光、ありがとうございました、バイバーイ。あ、ともたんありがとう、バイバーイ。